コロラドロッキーズ。コロラドロッキーズ、略称、コルは、メジャーリーグベースボール、以下、MLB ナショナルリーグ西地区所属のプロ野球チーム。本拠地は、コロラド州デンバーにある、クアーズフィールド。チーム名は、ロッキー山脈から。1991年に、発足、1993年から参加で同年。 観客動員が448万3350人で、これは大リーグ記録である。以降も、1998年まではメジャーでもトップの観客動員を記録し、2001年まではシーズン観客動員が300万人を超えるメジャークスの人気球団であった。1995年に現在の本拠地のクアーズフィールドが会場。同年には、 初のポストシーズン進出も成し遂げている。選手の総年俸は4ドル400万で、ナショナルリーグ西地区では最低2006年シーズン開始時。プロスポーツチームとしてはかなり異色の存在で、チームとしてキリスト教信仰を重視しており、ロッカールームやトレーニングルームからは属性的な雑誌は配され、スポーツ雑誌等の他に聖書が置かれている。壁には、 聖書からの引用文などが掲げられ、日曜日にはチームで礼拝も行われる、任意参加。標高1600メートルと高地にあり、打球の飛びやすい、クアーズフィールドを本拠地としているため、極端な打光到底のチームと言える。アンドレス・ガララーが、ダンテ・ビシット、ダリー・ウォーカー、ビニー・カスティアによる、ブレイク・ストリート・ボンバーズ、近年では、トッド・ヘルトンや、マット・ホリデー、 トロイト・トゥロイツキー、カルロス・ゴンザレス、マイケル・カダーヤー、ジャスティン・モルノー、ノーラン・アレなど、DJ ・ル・メイユ、チャーリー・ブラックモンといったタイトルホルダーや強打者が名を連ねており、1993年以来、首打者11回、本塁打、王6回、打点王9回を、ロッキーズの選手が受賞している、2018年シーズン、終了時点。その反面、チーム防御率は、 毎年のように古典代を記録するなど散々な状況であり、投手部門での主要タイトルの受賞者は2016年まで一人もいない状況が続いていたが、2017年にはグレッグ・ホランドが西部王を獲得した。1995年以来、しばらくの間ポストシーズンから遠ざかっており、毎年のように再開争いを続けた。最大の要因は、何と言っても、 投手陣にあり、球団側も、本拠地のクアーツフィールドでは棒に過失処理を施すなど、して、ボールを飛びにくくし、投手陣の負担を軽減しようと努力している。その効果もあってか近年は、チーム防御率が改善しており、2006年、2007年には2年連続で4点台を、記録している。2007年には1995年以来の、ポストシーズン進出を果たす。 ディビジョンシリーズを勝ち抜いて、ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズに、進出、10月15日、現地時間2時元デンバーにてアゾナダイヤモンドバックスに、シリーズ4連勝で、ナショナルリーグを初制覇し、球団創設以来、初めてとなる、ワールドシリーズ進出を決めた。現世度下でのプレイオフの7連勝は、これが初めて、ポストシーズン7連勝は1976年の、 新シシナティレッツ以来31年ぶり。しかしワールドシリーズでは、ボストンレッドソックスに4連敗を喫し、2009年にワイルドカードで3度目のポストシーズン進出を果たすが、ディビジョンシリーズでフィラデルフィアフィリーズに1勝3敗で敗退した。その後2010年は3位に後退し、2011年は4位、2012年は最下位と一つずつ順位を下げていき、 2011年から5年連続で勝率5割を割り込むなど再び低迷していた。2016年は2010年以来6年振りの3位に浮上。ワイルドカード争い6位につけるなど前線したが勝率は6年連続で5割を切った。2017年はブラックモンが首位打者を獲得しアップス1.000を記録するなど MVP 投票で5位に入る。 大活躍を見せた。チームとしては2010年以来7年振りの勝率5割以上で2009年以来8年振りのワイルドオードを決め、4度目のポストシーズン進出を果たすが、ワイルドカードゲームでアリゾナダイヤモンドバックスに敗れた。オフに、ウェイド・デイビスを3年5200万ドル、ブライアン・ショーを3年2700万ドルで獲得し、ブルペンを強化した。2018年は、 アレナドが38本塁打で3度目の本塁打王を獲得し、3年目のトレバーストーリーが37本塁打などを記録。その他既存戦力のカルロス・ゴンザレス、ブラックモン、ルメイユなどが強力打線を支えた。投手陣では、カイル・フリーランドが球団史上2人目の2点台、防御率かつ球団記録の2.85を記録し、リーグ4位イの17勝を挙げた。 14勝のヘルマン・マルケスは230奪三振で球団記録を更新し、12勝のジョン・グレーを加えて2桁勝利投手が3人生まれた。救援ではデイビスが43セーブで球団記録を更新し、チームとしては2年連続単独では初となる最多セーブを獲得した。チーム内最高打率がリーグ10位の297アレなどで、 三割打者が不在であったこともあり、比較的投手力で戦い抜いたシーズンとなった。162試合終了時点で、ロサンゼルスドジャースと並んで地区首位だったため、163試合目として、タイブレイカーを敵地で戦ったものの敗れ、2年連続ワイルドカードの地区2位となった。ワイルドカードゲームでは、シカゴカブスに勝利し、ディビジョンシリーズに進出すも、 ミルウォーキーブルワーズに3連敗のスイープでシーズンが終了した。レギュラーシーズンの最後からデンバー・ロサンゼルス・シカゴ・ミルウォーキーと毎日移動して試合するというシ日程であった。日本人メジャーリーガーでは吉井正とマック・スズキ、松井和夫が過去に在籍していた。吉井は2000年にニューヨーク・メッツからトレードで入団し、投手ながら日本人2人目の本塁打や 同発の盗塁を決めシーズン6勝を挙げた。マックス・スズキは2001年途中にカンザスシティ・ロイヤルズから入団したが、入団後約1ヶ月でミルウォーキーブルワーズへ移籍したため、ロッキーズでは3試合の登板に止まった。松井は2006年途中にニューヨーク・メッツからトレードで入団し、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズ第2戦で逆転満塁本塁打を放つなど、 前述の2007年の快進撃に貢献した。2019年6月13日から16日に、行われた対サンディエゴパドレス戦、クアーズフィールドの4連戦で、第1戦は9から6、第3戦は14から8でロッキーズが勝利し、第2戦は12から16、そして第4戦は13から14で、パドレスが勝利。共に2勝2敗の5分で4試合を戦い終えたが、 この4試合で、両チーム合わせて叩き出した計9 2点は1929年5月に、行われたフィリーズ対ドジースの88得点を抜き、MLB の歴史の中で4連戦で生まれた、史上最多得点となった。また、第1戦は共に13安打ずつの計2 6安打。第2戦は延長12回までもずれ、ロッキーズが18安打の計3 9安打。 第3戦は19アンダの計3 2アンダ、第4戦は19アンダの計3 4アンダ。4試合連続で両チーム共に2桁アンダを記録し、計1 3 1アンダが乱れ飛び、歴史に残る大乱打戦シリーズとなった。なし。PS はポストシーズン進出、NL はナショナルリーグ制覇、WS はワールドシリーズ制覇。 数字は2018年シーズン終了時、2018年シーズン終了時点、2018年シーズン終了時点、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。